ジョインツでね結構人気だったのよこの車両。ショーアップされてなかったみたいな。まあ、しょうがないよね。はい、まあ。まあ、ショーカーではないけど、意外に地味派手だよね、これね。はい。俺はギリギリのところ狙ったんだけど、うん、派手になりすぎず、こう、なんていうの、派手すぎずみたいな。はい。まあ、割と明るく出るよね。そうですね。黒と白しか使ってねえみたいな。はい。そう。あと、ステッカー旗だけっていうね。うん。でも、このステッカー良かったね。正解だったね、これね。なんだけどね。ああそうですね。そうであとこのステッカーね、ついで、はい、そうこのステッカーもね、あの純正でこれ出てんだけど、はい、この縁がさめっちゃ細くて、そう、うん、だからね剥げてくるのペローンって。あそうなんですね。でデザインを壊さずにちょっと太くしといた、はい、これ、うん、ここ剥がれちょっとねこの縁を太くして、そうでこれはね割といいね、意外になんかついでに買っていってくれるね、はい、みんなね、このカードね。はい、で、このコンセプトを紹介しましょう。でですね、まあメキタンク、うちメキタンク在庫して売ってるんだけど、うん、で、それを上っ面だけ黒で、黒で塗ってね、はい、これもツヤ消し、半ツヤなんだよ、半ツヤの黒で塗って、で、ツートンで、で、これ一回作ったよね、ボリュームなんだったっけ、忘れたけど。あれ、6か5じゃないですか。そう、で、あれ、あの仕様俺も自分で乗りたくて作ってたやつ、嫁、はい、行っちゃったから、はい、またこう、作ったみたいなね。はい、絶版エンブレムついてたから。そうです、まあ、でもこれはこれで結構いいよね。はい、ありだと思う。そうで、まあもう何度も説明したら何でもつく、オーバルのエアクリーナーね、何でもつくしようね。はい、で、これ、まあ、バックプレート何でもつくやつついてます、うん、で、はい、後ろ側はブリザーキット、このブリザーキットをつけてます。そうで、これで、結局油をエアクリーナーに戻すタイプが多いんだけど、はい、それやっちゃうとエアクリーナービタビタなんだよ。あー、なりますね。ビタビタってここがビタビタになってるホールや。はい、います。いやいや、でそれキャブ、キャブっていうかそれエンジン吸ってんだよ。はい、もうそれ嫌だから、うん、ごめんけど腹下に待機解放、はい、腹下ね、腹下に出してる、これは、うん、コースの取り回し見てもらうとなんだけど、ここで一本になって、はい、それがここから抜けてね、で、腹下に行くような感じで、うん、やってます、うん、で、あとは今回キャブは HSR つけました。 HSR、はい、これ自分で乗りたいからさ、トロイの、トロイの嫌だからさ、うんうん、もうギュンギュンっていけるように後ろでもうね、HSR、 そうで、HSR やるついでにね、このキットの中にマニーのガスケットとかも入ってるもんで、バイト製のいいやつが、はい、それやってもらうとね、セッティングもすごい出しやすいと思うし、うん、まあプリセッティングのまんまでほぼほぼいけると思う、はい、ミクスチャーだけちょっと調整して、うん、で、あとまあハンドル今回このアルタのこのなんていうか、ちょっとこうなったアイアンバー、はい、こういう感じのやつね、うん、前のやつはこうちょっとこうセミエイプっぽいっていうか、こうね、なろうなこう感じやったんだけど、コンプリートする、はい、新しいバージョンこれ、これ意外にね、ポジション楽でいいよね。そうです、クラシックスタイルのちょいオーバーみたいな感じで、外回りもいつものことこれメッキのあれね、ヘッドライトバイザーに、ラウンドレンズ、はい、で、蛇腹、うん、もういつも、いつも、で、スタービーで、これまだちょっと今まだ試作中ね、あとホイールね、今回スポークにしてます。これベース車両 1200S っていう車両なもんで、キャストがついてるんだけど、はい、13本の、で、それがスポークになってます。で、スポークで、これもうちで買います、はい、はい、で、ステンレス
フォーク、サビナイス、で、クロリム、はい、で、リアもステンレスで、クロリムで、なんとこれは、はい、なんとこれは18インチになってます。おしゃれな18インチ、はい、で、18インチ合わせて、もう車高は今回下げずに、はい、もう長めのサスで、めっちゃよく動きます。で、今回ね、アイコンサスっていうのをチョイスして、うんうんうん、割とね、まあ価格帯と、まあ、だけどケピ多いね、はい、アイコンサスね。あー、多いですね。そう、もう全然入ってないものが入ってこんっていうのが、はい、その在庫ないみたいな。で、ウィンカー、いつも私このミニマムウィンカーね、ここにね、はい、照らそう、今年これね、ミニマムウィンカーで、フロントこっちでね、あ、リア、リア取ってくれる？はい、フロントこっちでね、そう、ミニマムウィンカーかして、うん、してですね、あとはもうここついでに、まあ、マフラー今回45、まあ、クラシックスタイルなもんで、はい、今回45で、はい、45の方がおしゃれよね、手巻きでね。そうですね、これおしゃれ重視のマフラーだもんね。はい、そう、もちろんおしゃれかなと今回45にしてみました。これヘッドです、まだ。で、あと、テールランプ、はい、リオテール、いつも落とし、メッキで、はい、で、まあ、リアフェンダーのメッキスタイルやってるんだけど、はい、リアフェンダーね、これも商品として売ってるんだけど、はい、はいはい、これ実はこの辺ちょっと切ってあるのよ、こう割る、わからんよね、純正フェンダーはこうなんかね、たるいの、ぬるんって、丸くて、だからここはシュッてなってるっていう、これ、はい、かっこいいよね。で、このパターンでうちはメキシで売ろうと思って、うん、売ってんだけど、はい、そう、で、あと、まあ、この辺で、ストラットも今回メッキね、うん、メッキ、これも、と、あとは、あの、この、あれ、なんだ、オイルキャップ、いつも、はい、ね、これ今回マイナスを使ってみました、反射し見えないよね。ああ、ね、大丈夫です。そう、見える？はい。で、最近なんかちょいちょい動いていくこの純正のペグね。はい。純正ペグいいよこれ。もうこれ、うん、これ一択大体。はい。これなんかもうちゃんとハイレーダービッツに書いてあるのこれ。で、ゴム質もやっぱりいいし純正だから。はい。で、ボルトはもちろん新品ね、新品売ってるから、うん、うちでね、もうセットで買ってください。はい、はい、であとなんだ、あとハンドマリー、もうあと、もう定番のこのね、ステムラット、ね、GP ステムラットと、はい、で、ライザーもね、ライザーも分割ライザー売ってるもんで、もうこの定番だよね、もうね、この組み合わせね、クラッシュで、そう、で、あとは、あとミラーはもう、そう、この前いっぱいコンボしたよね。しましたね、はい、30個ぐらい梱包したよね、はい、大変だったなこれな、ミラーな、はい、いちいち芋ネジとかまで仕様変更したもんね、全部ね変えてます、そう、全部もうこれ結構大変だなと思いながら、はい、もうでも結構動いてるね、ミラーはね、うん、こういうミラーなかったのね、今までね、みたいですね、うん、そうで、あとはまあ、リア側セットのレイダウンキットね、後ろ、斜めに、うん、はい、レーダウンキットちょっと下げてね、立ってるより、うん、気持ちね、おしゃれかなと思って、はい、の方がと、あとはこっちか、まあメインキーはここに移設しちゃって、で、まああとキーホルダーね、うん、もうこのみんなこのキーホルダーつけてるから、はい、結局わかんねえみたいなキーホルダー、そう、結局わかんねえじゃんみたいなね、全員これだから ね、はい、ね、これね、この裏これね、うん、そう、しまったなっていうねで、ちゃんとあの例のステッカーも貼って、ここにね、もうデフォルトをここに貼るのね、はい、で、サイドコイルキット、うん、で、テイラーのプラグコード、これ持ってるやつね、で、プラグもうちで扱って、はい、あとこのコックもね、このコックはやっぱりいいね、最高だね、フロックスコックだったっけ、うんうん、で、クラッチワイヤーか、クラッチワイヤーもこれなんか最近ちょくちょく出るね、一応リープレス仕様に、あと対策してるやつ、レープレス仕様に、でこれ柔らかいんで結構しなってクラッチが軽くなるっていうのね、うん、はい、もちろんあの油通してもらって使うんだけど、うん、結構いいよね、うんうん、っていう感じで、ですです、これメーターは？メーター？はい、メーターはね、まだね、あの販売してないからそれもう突っ込まなくていいよ、説明するのだるいから一応そんな感じか、ざっと、はい、あ、でですね、お待たせしました、はい。
シートが、シートが、シートがついに、シートがですね、いや、シートが、ようやくですね、シートが、この量産バージョンのシートが、入ってきたんですか？そう。これサンプルか。これサンプル。あ、これよ、これ。これ、今回の量産版シートベース新たに作る。いいやん、いいやん。あ、いいやん、いいやん。これ、これになります。補正綺麗だな。綺麗ですね、うん、一番一応ね太い糸で塗ってくれって言って、はい、おさん屋さんのやつはさ糸がさ細いのしかあんまないみたいで、うん、そうこっちもやっぱちょっと残ってるな。もうでもめちゃ綺麗で、ここもねこうなんていうの、これは綺麗に塗ったな。なんかね、そうね、接着にして縁も塗ってくれたんだね、これね。結構ちゃんとしてあるね。ね、これね、普通折り返しじゃん、よくあるやつは。そうですね。うん。量産でここまでやってあったらなかなかだよね。いいんじゃないですか。そう、おお、いいやん、いいやん。うん、うん、3番のあれね、6腹筋6パッドシートね、はい、うんうん、でボタンね、これボタン、ね、出揃いましたね、これでね、量産版が。